だことについて発表していきます。今回のプレゼンの目次として、今回学んだこと、それを基づいて SWOT 分析を行い、最後に私たちからの提案、まとめの流れで進んでいきます。今回のインターンシップを通して私たちが学んだこと、山本呉服店が長年続く理由とは、関わる全ての人との信頼関係が強いことだと感じました。関わる全ての人とは、お客さん、取引先、そして従業員の皆さんのことです。山本呉服店というお店がつなぎ役となって、それぞれを結びつける大きな役割を担っており、長年にわたって信頼関係を築く取り組みを行っていることでした。では山本呉服店を取り巻く信頼関係をこのような図に表しました。取引先との信頼関係、そしてお客様との信頼関係があり、そこには様々な信頼の秘訣があると考えました。また山本呉服店の従業員の皆様にも、そこにつながる秘訣があると感じています。まずここで簡潔に挙げると、取引先との信頼関係には、買取による仕入れ、好みの理解、研修での職人訪問が影響しています。そしてお客様との信頼関係においては、気軽な来店が可能、口コミ、アフターサービス、祖父母の代からの付き合い、イベントが関連してきます。それでは取引先と呉服店の関係についてお話しします。一つ目は買取による仕入れです。これは一般的な呉服屋さんが他物をレンタルをして、お客様の購入があった時に売り上げを支払う方法を取っていることに対して、山本呉服店では初めから買い取って店頭に置いていることを指しています。買い取りを行うことのメリットは、お店側にとっては独自のカラーを取り入れた反物を用意することができる点で、取引先側にとってはすぐ利益を上げられるために、また新たな反物を作ることができる点です。これはキャッシュフローに貢献しているとも言えます。2つ目は好みの理解です。これは問屋さんを介さずメーカーと直接取引をしていることから、お店のカラーに合った柄や色、折り方を提案する際に快く受け入れてもらえるという点についてです。お客様が買う傾向のある色などをメーカーも一緒に把握しているため、一体感につながります。最後に研修での職人訪問を取り上げます。研修において帯や着物を作る職人さんを訪問しています。この研修を行うことで、着物についてより詳しくなるだけでなく、取引先への理解力が強化されます。深い知識があり、理解力を持って取引できる相手には、職人さんも信頼を受けることに間違いありません。次にお客様と呉服店の関係についてお話しします。こちらにあるように、一つ目が気軽な来店が可能であるということです。行ったら買わなきゃいけないという固い雰囲気をなくし、押し売りの心配のない服屋さん、安心して着物の相談がしやすいため、着物を買わない時も来店しやすくなります。また定期的にイベントがあるので、それを最初の一歩として呉服店に親しみを持ってもらう機会を設けることで、壁をなくしていく取り組みをされていました。2つ目は口コミ情報発信です。糸お菓子通信などの手作りチラシで、お客様が着物を着て楽しんでいる姿を発信することで、既存のお客様との結びつき強化が図れ、それを見た新規のお客様が着物に対してのハードルが下がったり、着物を着る機会の情報発信を行ったりすることができます。3つ目はアフターサービスです。20年間無料クリーニングと一生着付け無料というアフターサービスがあるため、着方や手入れを心配しないで着物を着ることができ、1回だけで終わらない来店によって、新たな情報獲得の場にもなり得ます。4つ目は祖父母の代からの付き合いです。何代にもわたって山本呉服店さんにて着物を購入するという事実が、一番の信頼のとされている証であると思います。またその家族の情報を得る機会が増え、必要に合わせて着物を着たり買ったりする機会を提案することができます。5つ目はイベントです。焼き芋部でのお出かけやバスツアーでのイベントで、着物を日常的に着る機会の提供を行うことで、着物を買うだけでなく体験価値の機会を設け、着物に対する思い入れが強くなり、
また次も切る動機付けにつながります。以上のようなお客様と取引先との信頼関係を構築するためには従業員の皆さんの力が不可欠になります。その秘訣を3つに分けて考えました。まず相手に似合う着物を選ぶカウンセリング術です。昨日体験させていただいたようにお客様が来店した際にはまず着物を見せずにどんなイメージを浮かべているかをカウンセリングします。そのカウンセリングで本人の希望と本人に似合うスタイル等を見極めて提案をしていきます。伺った話では提案する厳選された着物の数種類からお客様が着物を確定する方が多いとのことでお客様の満足度に高まる要因となっています。2つ目は相手に楽しみを提案する仕事をされている点です。これは全接客業のモットーにもなるかと思いますが着物を買う、着物を着るということは来店された方にとっては楽しく気分の上がる瞬間です。この瞬間でいかに心地よく接客できるかが鍵となりまた接客する側も同じように気持ち高く対応できることが大切なのだと感じます。最後に嫌な仕事はしない、他者の風潮に流されずに良いと思うことを貫く姿勢について着目しました。現在の呉服業界では各家庭に電話をかけて営業を行う戦略が多く見られるとお聞きしました。そのような仕事はやる側にとってあまり気持ちの良いものではなくモチベーションの低下につながってしまいます。2つ目で申し上げた通り接客をする上で自らも楽しく接客することが重要であるのにこのようなことでやる気や仕事場に行く気をなくしてはもったいないことです。そのため自信を持って良いと思える取り組みのみを行っています。私たちは、一般的に経営している、会社でよく用いられるフレームワークスウォット分析というフレームワークを用いて山本呉服店の強みと弱み、機械と脅威に関して分析をしたのでこれら4つについて順に話させていただきます。まず1つ目の強みについてこちらですね。山本呉服店の強みについてです。山本呉服店はお客様やメーカーなどの取引先からの信頼が厚いという点、着付け無料などのお客様の、着物を購入した後のことまでを考えたアフターサービスが厚い点、着物を着てお出かけするといった体験価値の提供をしている点、従業員を大切にしている風土やコスト削減への取り組み、従業員一人一人が呉服に対する情熱を持っていることなどが山本呉服店の強みとして挙げさせていただきます。次に弱みについてこちらの青い部分についてです。情報の管理などの面においてアナログなままな箇所がある点、同業他社とのつながりが薄い点、男性社員が少ないことや4点目、こちらは強みとしても捉えられるのですが今回は弱みに入れさせていただきました。自らを売りに行かずに歓迎するスタイルが弱みとして挙げさせていただきます。次3点目の機会についてです。グローバル化により訪日外国人が増加していることやインスタ映えなど着物に話題性があること、良き職人やメーカーが存在していることや着物業界の衰退により競合他社が減少傾向にあること、地元で開催されるイベントによる集客機会が見込まれることが機会として挙げさせていただきます。最後脅威に関してですね、こちらは職人や買い手の数自体が減少していることや安価な着物やレンタル品が増加していること、所有していることがステータスだった以前と比べて使用することに意味があるといった風潮の変化、15歳以上65歳未満の方たちには高い着物を購入する経済的な余裕がないことといったことが脅威として挙げられるのではないかと考えました。これらの分析を踏まえて私たちは山本呉服店さんへ東京進出による日本文化の継承を提案させていただきます。東京進出による日本文化の継承を提案した理由を3点挙げさせていただきます。1点目は山本呉服店さんの強みを生かすことで着物業界の底上げを図るためです。東京進出によりより多くのお客様に着物を購入していただく、購入していただく着物の増加は山本呉服店さんと取引関係にあるメーカーさんの衰退予防ともなります。このように山本呉服店さんと関係の深いメーカーさんなどのためにもなり、
衰退傾向にある獣業界全体の底上げになるのではないかと私たちは考えました。2点目の理由が遠方のお客様のためとなるからです。山本呉服店さんで着物を購入した経験があるが、現在の店舗の位置だと家から遠くて来店することができないというお客様のためにもなります。最後3点目ですね。こちらは東京の方が岐阜と比較しても証券が広いからという理由を挙げさせていただきます。証券が広い方が現在よりもお客様に来店していただく頻度が高まりますので、購買へと結びつきやすくなるのではないかと私たちは考えました。以上の3点が私たちが山本呉服店さんが東京進出による日本文化の継承を提案した理由です。次に、東京へ進出するにあたって必要となってくるであろう3つの取り組みについて挙げさせていただきます。1つ目は現在と変わらずに続けるべき既存の取り組み、2つ目は現在の弱みを克服した上での取り組み、3点目に全く新しく東京へ進出した後に始める取り組みについて、以上の3つの取り組みについて詳しく話させていただきます。まず続けるべき既存の取り組みについて紹介していきたいと思います。第一には現在山本呉服店で行っている着付け無料サービスとクリーニング20年間無料サービスです。次に来店客への手作りシャーベットなどの手作りのお菓子やお茶などでのおもてなしです。次に着物を見せない、重ね売りをしないなどの押し売りをしない販売スタイルです。4点目は着付け教室や焼き芋部の開催です。そして最後に働いている従業員の方々同士でのお互い様精神についてです。これらの取り組みは山本呉服店の中でも大きな強みとなっているため、東京に進出した際にも続けていってほしいと考えられます。次に弱みを克服した取り組みについてです。弱みとして考えられるのはアナログの箇所がまだあるということと、自らを売りに行かない歓迎スタイルであるということの2点です。アナログの箇所がまだあるということについては、例えばお客様情報のカルテなどについてです。それに対してタブレットの導入を行うことで、お客様情報のカルテの共有の簡素化、また山本呉服店の本店である岐阜県との中継で行う朝礼実行による意思疎通などが考えられます。次に自らを売りに行かない歓迎スタイルについてです。この自らを売りに行かない歓迎スタイルについては、強みであると同時に弱みにもなり得るということが想定されます。そこで回覧板や Facebook などの比較的高齢の方でも使用していただける SNS を使った広告宣伝などの強化です。 Facebook では現在も商品の紹介や割引の通知などが行っていると思われるのですが、例えば伊藤可比通信のデジタル版のようなより目に留まりやすい広告の作成などが考えられます。次に東京で始めるべき新たな取り組みについて紹介させていただきたいと思います。東京で始める新たな取り組みにつきましては3点提案の方させていただきたいと思います。まず第一に、東京では競合他社が多く、それと同時に安価な着物やレンタルの着物が増加しています。そこで現在山本呉服店で行っているイベントの他に、新しいイベントの提案させていただきたいと思います。現在山本呉服店で行っているイベントは、もともと着物を持っているお客様に対して着る機会を提供するという目的でイベントを実行しておりますが、今回のこの新たなイベントでは着物を着る楽しさを知ってもらうという目的で、交流会やお出かけイベントにて着物のレンタルを実行するというものです。また次に新たなイベントの作成です。具体的に言うと、メインのターゲット層とされるご年配の方のご家族、例えばお孫さんと一緒に参加できるツアーや、従業員の方だけでなく着物を身近に感じてもらうためにも、お客様にも職人訪問のツアーを開催するということなのです。最後に機会で紹介させていただいたグローバル化についてですが、多言語での案内表記の提案です。東京都は人口が多いことに伴い観光も多くあるため、比較的外国人観光客が多い傾向にあります。そこで今まで日本語表記だけであったいろいろな案内に英語や中国語などの表記をプラスすることで、外国人観光客の層もターゲットとして取り込むことが狙いとなっています。まとめとして、以上にお話ししたように、山本呉服店の強みを生かし弱みを克服することで、
東京進出が可能になるのではないかと考えられます。そして山本呉服店のさまざまな強みは着物業界の底上げや日本の文化継承について日本の文化継承において大いに活躍すると考えられます。これらのことから東京進出は山本呉服店だけでなく着物を気軽に着れるなど顧客側の双方に良い影響があると考えられます。東京都は競合他社が多く競争が激しいためこれらのいろいろな取り組みは競合他社が模倣していくことも想定されますがそれでも着物業界の底上げにつながると考えています。そして日本文化に興味を示す人が増え着物へのハードルが下がり結果山本呉服店へいい働きになるのではないのでしょうか。以上で私たちの発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。おそらく部分的にしか見ない部分は相当あるっていうふうに思ってるしなおかつスポット分析も本当に深くやってるかっていうと、まあ、表面的な可能性もあります。ただ少なくともちょっと来た学生がこういうことを考えたってことは重要でそれは多分皆さんが日常考えてないようなところの一番表面に現れている部分が彼らがまとめたことではないかというふうに思うんです。でその意味からするとお客さんとか新たな人たちっていうことが多分そういうところに気づくことが多いと思うんです。でそれをベースにしながら自分たちは、まあ、どう見られて従ってどういうことしなきゃいけないかっていうところに関して少しでも彼らの発表が役に立つんだとしたら、まあ、妨害の喜びだねと思います。で僕自身は何も指導しなくてお前ら考えろっていう形で言ってました。で中間報告みたいなところは、何日か前にもらったんだよね。で僕は何も指導しなかったんでその意味からするとうまくまとまってるなというふうに思いました。でもう一つはでもその言葉の意味ですよね。 現実がこうであるっていうふうに把握しましたっていうのももっと一般化するとどういうことかなっていうところはもうちょっ と勉強表現し直した方がいいよっていうくらいの、投げかけはしました。でそれについて一応彼らも答えてくれたっていうふうに思うんでその意味からすると、まあ、一番育ったのは実は彼だっていうふうに思ってます。でその意味でこのインターンシップが彼にとっての成長の機会になったなっていうふうに、非常に、感慨深く感じています。その意味でどっちかっていうと我々が、感謝の言葉を申し上げた方が本当はいいのかなというふうに思います。で最後にじゃあありがとうございました。